Alright! Hello everybody! セブンキャットです。今回もですね、Among the Sleep やっていこうと思います。前回はですね、いろいろとチキンハードを振り絞ってやってきたわけですけど、スターバーみたいな入り口をですね、くぐっていこうと思います。これがまたね、すごい気味が悪くてですね、もうやめたくなるんですけどね、始めてしまって動画を上げてしまったんだったら、もう最後までやりましょうということなんだっけ。ちょっと地震来たか？気のせいだった。 Alright、 壁に立っているような感じだね今のところ。おおおおお、なんだよびっくりした。こっちになんかあんな、なんかあんのか、裏口みたいな感じであるけど、これは、降りたらオラブツだね。おい、テリーの、あそこ降りたらオラブツなんで戻りましょう。びっくりした、ボールが、そっか。スチームのアートギャラリーあるじゃないですか。あそこの動画じゃなくて画像見てたんですけど、ボールが降りててくるシーンで赤ちゃんがすごいビビるんですけど、あれを思い出しましたね。ということは、あそこのやつ落としてここに隠れるのかな。そういうことでしょうね。ボールボールあった。また今回もですね、野球少年になって投げていきましょうか。いやー、ものすごく悪い予感しかしないよ。絶対なんか黒いの出てくるんだろうなとは思うよ。ほい、あら、あれ、あれ C を押したんだけどな。ダメですか。めっちゃ暗い。これさ、下手したら手切っちゃうよね。これリンゴとか投げれんじゃねえの。リンゴ投げれんじゃん。あーっと、びっくりした。なんだよ、なんで俺のとこに皿が落ちくんだよ、こうやってさ。いや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 、びっくりした。オーマイガード、どけ。ということで、じゃあお星様取りましょうか。で、これでまた戻るんだよな。なんか変化とかあったかな。どうだろう。部屋のとこがまた元に戻ったのか。あっちに行けんのかな。メールびっくりした。いけそうだね。ただ何にも見えねえ。じゃあ明るさ最大なんだけどな。ガンマちょっと開けよっか。 OK、 これで見えるようになった。軸ずれみたいな感じだったな、ちょっと今の。こっからは出れないですな。あれ、マジか。なんでこっちから行けんじゃねえか。なんかこっちの方にあるかな。ただのまたお絵かきと、上に続くダンサーとかだね。なんかテリーも話してよ。隠れろということですかね、これは。で、さっきのとこに戻ってこれたのかな、これ。戻ってこれたくさいな。
大丈夫なんかこれ。大丈夫じゃなさそうな気がしなくもないけど、大丈夫くさいな。あ、はあ、オッケー。あっちの方に行けんだ。こっちかじゃ。これ落ちたらなんか怒りそうだな。また落とさないで行けってことか。じゃちょっと落とさないで行こうか。頑張って。こっちからだったらいけるかな。あはあ、でここで入れんな。多分落としたら来るんじゃねえのかこれ。まあ、そんな気がすんな。ちょボールとかいろいろあるけど、多分ここの中に隠れろってことですかね。こっちの方にまたちょっと通路みたいなのあるから行ってみますか。これまた上に登れんな。あれ、ああ新しいとこに続いてるな。なんかちょっと似てるからさ、色々とどこにも行かなかったよ。釣られたわ。でこっちは何かあるのか。ただのお絵描きだね。じゃあまた行きますか。先に何かあるんじゃないかなって感覚っちゃうんだよな。なんやかんやでないのかもしんねえな。じゃあ行きましょう。おう、あーどうしてチューッ、ガーデメッツ。いきなり入れてきたなあいつ。またはあ今の結構ちょっと待って、いやダミュー。あのや、なんかさ、やべえかなと思ったからさ、入ったらさ、いきなり出てくると思わなかったな。で、あの顔見てんのが怖えわ。でも大丈夫かな？また。大丈夫か。大丈夫か。よし、終わりがねえな。大丈夫なんかこれ。あっちか。あっちだよな多分。ただガラス瓶があそこの前に置いてあるぞ。大丈夫かな。完全に開けないでちょっとだけ開くみたいな、そんな感じかだね。でこっちか。オッケー、じゃあ急いでこっちの方入ろう。いやこういうなんか狭いとこに来るとすんごい安心すんだ。ただ最後のステージがどんな風になるのかもう
想像したくもねえな。あ、こっちの方に戻ってきたのね。で、そのまっすぐボトって落ちたら足首くじきましたコースだから、よいしょと、これでやっと先に行けんね。あ、やっと記憶だ。これはなんだ、やっぱりゾウじゃねえかよ。ゾウさんじゃないの、私が一番大きい動物ですよということですね。あ、あのいきなりさ、さっきのやつ出てきたからさ、ちょっと未だに心臓バクバク言ってるわ。まあいいや、で予想通りゾウのぬいぐるみでしたね。最後の記憶を手に入れた、急ごう。え、どっちに行くの、出口どこ、あ、そっちか。ここじゃね、左だな。でも右とかになんかありそうなんだよな、動画。ドアっていうかシークレットが特になさそうだな。ララララララ、わかるわかる、めっちゃ安心できる。急げ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 、ラン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 、ハリ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 、ネバルークバック、ノーNo! テリー助けて。てかテリーいいやつすぎる。てか腕がもげちゃう、腕がもげちゃう。テリーもしかしたらだよね。ああ、あのクソったれ。いや、テリーかわいそうだな。というか2歳児でよくあそこに、あそこまで圧力あったわ。テリーどうなっちゃうの。おい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 、これテリーの、テリー、あ、拾った、ゾウと、ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って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 頼む、ここであのビッジャンプスケアはいきなりビビらせるのはやめてくれよ。オッケーオッケーオッケー、ちょっと今はダメ、今はダメ。何が、あれ、モーム、今はやだ。おいおい、ネグレクトやめてくれよ、おかん。児童相談所に言いつけるわよ、私。さあ、やだ。もしかしてこれ酒飲んで荒れてんのか、もしかしてこの子が嫌いなことなのか。やっぱり母親なんだよな。で、あのコートのやつは男なのかもしんねえな。浮気したやつ？俺の予想だとそうだと思う。今静かになって。ママは忙しかったの。で、来るけど。だからどっか行って。だからあともう一回だけ。超えてくるんだったらまだ怖くないわ。彼はあなたを引き剥がしはしないわ。もしいい子じゃなかったら、ね、ママの言うことを言わないんだ、聞かないんだったら、じゃないととっても怒るわよ。誰だってそれは嫌だよね。どういうことだ、やっぱりノイローゼとかになっちゃってるのかな。やっと謎が解明されてきたっていうところだけど、テリーどうした、テリーで、これが序盤のおもちゃの家だな。また戻ってこれたな。しかし今回はテリーがいない。大丈夫だといいけどな、あいつ。
おいテリー、おいテリー、またおもちゃのラックを隠れてねえか。おいテリー帰ってこいよ。お前の腕まだ俺が持ってんだ。てかテリーさ、それで怒んないでくれると嬉しいんだけどな。おめえのせいで腕が重けたんだってみたいな。ゾウさんハート、多分これが鍵を、最後の鍵だと思うんだけど。よし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 。でもテリーがいねえからここ開かねえ。あ、そっか、あれで腕か。あれ開かねえぞ。あ、開いたな。あれテリーの腕が通れねえ。スマホ引っかかってんのかな。じゃあマジか。あ、そっか、テリーいねえから明るさもつけれねえんだ。ちょっと急いで明かりをとこに行ってみよう。どうなっちゃうんだテリー。あ、現実世界に戻ってこれた。うらー、ストライクだと思ったよ。で、本と、オルゴールと、で、ゾウさんのぬいぐるみ、一応全部関わりがあったことなんだよな。ゾウさんはテリーがあそこの裏に隠してくれて一緒に遊んでくれたこと。ネックレスじゃん。あとネックレスは母が首につけたやつやな。で、オルゴールはテリーが素晴らしい歌だなと言ってくれて、この本はテリーが山の上の動物がこのままだと僕たち喉がカラカラになって死んじゃうよ、だから穴を掘んなければここでお別れだと言って、穴を掘ったら雨が降り始めたとか、そういう話だったな。ああ、やっとなんか安心できるわ。絶対なんか怒るんだろうけど。テリーがいねえわ。テリーいないの。テリー、おい、テリーの好きな電車だぞ。動かねえや。あれで、お月様のこれなんだ、おもちゃなのかな、わかんねえや。で、これもお星様のやつだ。で、テリーがまたここで怖がりながら言ってて、テリーがあそこの洗濯機の中で、はあ、もみくちゃにされてたんだよな。これはフクロウだな。フクロウの家族、最初のステージの。あ、引っかかっちゃってんな。あそこの中にいたんだよな、テリー。ちょっとあっちの方になんかあんのか。あ、開けられねえわ。ちょっと転んだわ。あ、多分走り続けると転んじゃうのか。なるほどな。で、これが、なんだ、なんかの鍵だったか確か。で、ドキュンドキュン、ちょっと心臓のビートが打ってるけど、で、これがパズルのピースだ。そう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 、拾えねえ。で、ここで最初にいろいろとなんかあったんだよね。で、鳴き声か。ママどうしたん、ママもう、おいテリーどうした、おかん。おテリーのことだとちょっと気にしよう。おかんが無事だったらそれでいいんだよ。 Stay away from me. 私から離れて。ごめんね。I never meant to. そんな意味じゃなかったの。もういっぱいだよ。やっぱりそういうすごいストレス抱えてたんだな。おかーん。お酒はもう3日間禁止な。あいやいやい、What? なんか誰かがドアノンしてたぞ。うっせえ、今出るってば。誰だ。こんにちは。こっち来て。もしかしてテリーが落とんのか。そういうことじゃないか。ギフトどうだい。
彼の腕はどうしたんだい？心配しないで、直してあげるからね。あれ、どういうことだ？アモングズスリープを終わらせたということは、なんだろう、ちょっと考察しねえとわかんねえな。まあ最初の方は母はものすごく優しかったと、まあ、ケーキも作ってくれたし、いろいろとね。で、なんだ、あそこでドアがどんどんどんってなってって、言い争いが聞こえたじゃないですか。あれは絶対父親ですよね。で、母が誰が彼をどうするのかって話になってたのかな。まあ離婚してんのかな。で、なんだ、なんて言えばいいんだろうね。まあ赤ん坊って夜泣き、まあでも2歳だともう夜泣きしねえか。まあかまってほしかったんだけど、こう、まあ僕たちが言った夢の中みたいのは、まあ、母がずっと、まあ、彼に対してきつく当たっていったということですね。で、あのお化けみたいなやつは母でしたよね。まあ変わったんで。で、まあ両方ともコートのやつとかも母で、母で。まあ追いかけてきたのは彼を、もう、いや、ストレスが溜まって、まあ虐待しようとしてたんでしょうかね。で、それから逃げるように隠れないといけなかったということでしょうね。ただ記憶のパズルとか瓶とかなんでしょうかね、まあ、瓶とか割ってこうああやって黒くなったりしたのは、まあ、実は把握、母親が来たっていう気づいたってことでしょうね。で、瓶を割ったっていう行為はもう彼女にお酒を飲ませないためだったのかもしれないですしね。お酒が入った瓶を割ってしまえば彼女はもうお酒を飲まなくなるということなんですかね。ただパズルは何でしょうかね。パズルと袋、その2つが分かんないな。でも袋は一つ一つ集めて家族にしたっていうことで、バラバラだったけどまた一つにまとまったっていう意味もあり得るということなんでしょうか。パズルはどんどん記憶が戻ってきたとか、なんだろうね、分かんない。ゾウさんはまあ完全に母親からの幸せな記憶というかプレゼントでしょうね。で、最後の方に洞窟の中に入ろうとして阻止されたじゃないですか。で、あそこ腕をもけたのが完全にもう主人公がテリーとずっと連れ上がってて、母親がもう何かテリーの方を引っ張って、で腕がもけて、で一気に逃げたような感じなんでしょうね。あそこをずっと光ずつ、光があったのがフラッシュバックみたいなものかなと思います。まあ、フラッシュバックって言いますからね。まあ、ざっと考察して、だいたいこんなんかなと思うんですけど、まあ、わかんないですね。ちょっとさすがに完全には。で、最後のお酒のやつは完全に、まあ、母親が飲み捨てた瓶の跡でしょうから、あれを倒したら音が鳴って、もうあの子はっていうことでストレスで、まあ、虐待しようとしたのかと思います。一つ記憶を集めてったのは母親の素敵な記憶をまた取り戻したかったからっていうことでしょうかね。どうなんだろう。まあさすがに2歳児って言ったら母親はたったの一人の、いかに虐待されてても母親って言って懐きますかね。まあそこは難しいとこなんですけど、まあよくあるじゃないですか、ニュースとかで、まあ彼虐待されててもお母さん悪くないとかお父さん悪くないっていうケースあるじゃないですか。
まあそういうのもあるのかなと思うんですけどね。で最後はまあ父親でまあ、連れて行かれたのか、まあできればまた一緒になって幸せな家庭築いてくれたらって思うんですけど、多分そうな、ないんだ、なんないんだろうね。なかなか難しいもんですね。クレジットロールがちょっと長いんで飛ばしちゃいますか。エスケープをして、オッケーでおしまいですね。まあ、バースデー、お家、プレイグラウンド、フォレステッドハウス、クローゼットの中へ、フィナーレ、クレジット、アディショナル DLC があるんでプロローグちょっとやってみますか。じゃあ長くないといいけどな。まあ、プロローグは後のことですからね。まあ何が起こったのかちょっと見てみましょうか。あれ？あれ？おかしいな。まあ雪の中こんな2歳児こんな薄いピジャマで出したら風邪ひいて死んじまうと思うんだよな。凍傷しちゃうと思うんだよな。あれ、まあ、多分これが最後の謎解き、謎っていうか解明なんだろうな。まあ、これが最後のお話でしたね。まあ人形で、あら取らされたね。これはまあ山の中に登ってんのか、いや違う話か。雪なんて一言も言ってなかったしな。おい誰だ、山の明けっぱり寝たの。あれあれ、ちょっと扱い広くなってねえか、プロローグなのに。テリーがいなくなってっからな、あれだな。寒いよ、とっても寒いよ。あれダメだな、ここを閉じればいいのかな。よいしょと、これで、これさ絶対家が傷んじゃうよ。また高くしてもっと幸せをちょうだい。安全、安全、ありがとう。ありがとう。モンスターは幸せが大嫌いなんだ。あらあら、うん、The others? Hiding? Oh, scared. 他のみんなは怖がって隠れちゃってるんだ。Please, help them. 彼らを助けてあげて。はあ、なるほどな。これは新しいお家だね。まあ見ての通り。いや、しかしマジか、テリー結構好きだったからさ。いなくなっちゃうのすんごい寂しいわ。いきなり袋がだが出されてもな、そんなに嬉しくねえし。うわ、めっちゃ暗いな、おい。まあ、新しい家やな。まあ、うん。プロローグはじゃあ皆さんでやってください。私もうチキンハートなんで嫌ですわ。いや、時間があったらやりますよ。ちょっと今回は、うん。まあ、許せ許してくださいじゃあ今回はここら辺で、まあ、またですね、気が向いたら続けていこうかなと思いますけど、それじゃあバイバイ。